青山劇場、読者の予想を裏切り続ける青山くんの放つ光へそビームは大きな闇絶望を生むだけなのか、はたまた一縷の希望の光となるのか。出席番号1番青山優雅の宣言で第二次決戦が始まります。ナンバー343メチューダウン、プルスルタドンさんです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は最新話の動画になります。ジャンプ保証内も含むためご注意ください。では早速いきましょう。今回はかなりドキドキした最新話でした。やはり青山くんと梅干しが躍動する回はヒロボクの真骨頂でもあるので、ここまでの神回にならざるを得ません。とにかくすごかった。そんな青山劇場を軸に最新話を振り返りながら、塚内警部の話や梅干しの目的、どうやって梅干しを欺いたのかなどのお話をさせていただきます。今回のラストは梅干しの異効果で終わり、何かスイッチを押すように見えましたが、正直よくわからなかったので次週に行きたいと軽く思っておりましたが、その正体は電話でした。そして青山ママと梅干しの電話後に見えた2つの星は青山くんとデクで、梅干しがラグドールから奪った個性サーチになります。これでデクと青山くんの2人だけという演出が入ってからの青山くんによる梅干しの真の目的考察です。ここは長くて難しいですが、簡単に話すと、梅干しにとって魔王イコール世界の支配者ではなく、魔王の中に世界の支配者があると言えますが、一概にそうだと語れないところもあります。その後に登場したのが梅干しです。新デザー超かっこいいですし、神妙な登場シーン、これをアニメでいつ拝めるのか非常に楽しみです。そんな梅干しは青山くんに裏切られてしまいました。その時彼が放ったヘソビームは梅干しに素手で受け止められてしまい、梅干しパネーとなります。ここでの梅干しのセリフは恩知らずめ恩知らずだそうです。梅干し目線青山くんは捨て駒の一つに過ぎないわけですが、この辺りからすでに焦っているように見えます。青山くん目線、個性を与える代わりに命令に従えということで、青山くんは命令に従ってきているため恩は割と返していますが、ここでの裏切りを恩知らずで一周するということは、青山くんの裏切りは想定外だったことが見えます。これは後のがっかりだというセリフからもわかります。ここで面白いのが今回のタイトル、レッチューダウンです。この一節は有名な曲のタイトルですが、これだけでは意味はなく、あと少しの単語があるだけで内通者である青山くんにドンピシャなセリフ言い回しになります。 Never let you down や I won't let you down なら、あなたを失望させませんとなったり、 How could you let me down like that だと、よくもがっかりさせてくれたなという梅干し目線の言葉になり得ます。少し話は脱線しますが、今回のジャンプ最新号の巻末コメントでは、堀越先生のナンバーワン映画が晴れてスパイダーマンノーウェイホームになったよという報告もありました。そんなノーウェイホームでもレッチューダウンと似たフレーズが登場しました。ヒロイン MJ の名台詞、期待しなければそこまで失望しない、従って青山くんに期待していたから梅干しはがっかりした。ワンフォールサイドは梅干しを完全に出し抜いたと言えます。隠して梅干しに一泡吹かせたのは緑谷&青山の無個性コンビでした。そこで語尾に星が戻った青山くんは本調子を取り戻しながらも、今までのように怯えながら泣きながら逃げることをやめた。僕は梅干しと戦う輝きヒーロー、 Can't Stop Twinkling、 僕のきらめきは止まらない。仮面試験の時のように相手を引きつけなきゃいけない。そして Never Let You Down、 もう決して失望させない、みんなを、そして市民を失望させない、日本はまだ終わっていないと世界が知ること、復興の先に光があると日本が示し、世界が団結すること、だから今日ここでお前を倒す、頑張れ青山くん、頑張れヒーロー、そういう回でした。まあ青山くんがここまで喋るとこは想像もつかないわけで、いい意味で読者を裏切ってくれました。これは全面戦争の爆豪さのような期待が今後のアニメにあります。ここでの青山くんのセリフはその通りで分かりやすいですが、強いてあげるならここでお前を倒すというとこ、少なくとも梅干しはこの駐車場で倒す宣言にも取れます。梅干しがドヤ顔ドロワープで大量のヴィランを召喚しましたが、カウンターのごとく突然ヴィラン連合の黒霧の個性ワープゲートが開き、大量のヒーローが登場しました。素直に鳥肌でした。梅干しサイドは人間をやめた作中最強の死柄木なるものを筆頭に、シンコスダビさん、トガヒミコ、異能解放軍、ニアハイエンド、そしてヤバそうな梅干しの友達が大集結します。スピナの姿がトガヒミコの横のやつでなければいないかもです。またミスターは今後登場予定なのと、
最新話のワープゲートに対する梅橋の反応から、ギガントマキアあたりも回収予定っぽいので、スピナーは回収役かもしれませんし、そもそも梅橋本人のドローアップで回収できそうなので、切り札扱いかマキアさんだけ、雄英高校の襲撃とかいろんなとこが想定できます。まだ以前登場した手の塊も未登場なので、もっと大きい展開になりそうです。対するワンフォールサイドはギャンゴールがミルコ、シシドたちの大まかどき動物園組を筆頭に、ポルコ先生の集大成を感じさせながら、エンデバー事務所、ファットガム、ウォッシュ、エッジショットなど強者揃いですが、バクゴーさんやトドロキ君などの A 組や、最強のルミリオン、ホークス、ジニスとイレーザーヘッドがいないあたり、綿密に練られた作戦のように思えます。そんな作戦の根幹にいるのはデクと青山くん、そしてモノマくんともう一人でしょうか。モノマくんは言わずもがな最強個性コピーで、黒霧の個性ワープゲートをコピーし、短い期間で実用までに至らせた天才です。そしてもう一人は真相仁志。この説明に入る前に、ある個性の話から見直しましょう。僕に嘘は通じない。そんな個性登場したのか、実は登場済みです。同じヒロアカの世界線で梅干しが躍動する最終決戦の中のスピンオフ、ビジランテに登場した塚内警部の妹、塚内誠の個性ポリグラフです。彼女の個性には発動条件がありました。それは身体接触であり、身体接触後相手の発言の真偽が分かるものでした。当然梅干しが持つ塚内警部の先祖の個性にも条件があるでしょう。それが梅干しの特徴の一つ、よく喋る、よく挑発する理由かもしれません。ここは真相くんの洗脳より、よく喋ることが対敵基本戦法で、対象と言葉を交わすことが発動条件なら、駐車場で青山くんとデクの嘘が見抜けず、青山くんのヘソビームという不意打ちを防いだ理由につながります。というのも、電話で嘘や害意を読み取れるのは梅干しが電波系の個性を持っているので、無理やり発動条件をクリアできそうです。ここは梅干しが使う地形個性を強化したという謎の説明にもつながりそうですが、電話でも嘘を見破れるとして、この駐車場で青山くんとデクの会話の嘘を見抜けない梅干しがいました。ここを説明できるのは発動条件であり、それが言葉を交わすことなら、デクは一方的にオールフォーワンびっくりと驚いただけで、青山くんはヘソビーム動作直前の会話まで梅干しと会話していないですが、ヘソビーム直前は会話したので攻撃がバレたから梅干しに防がれたという予想です。その一方で電話はどうやって欺いたのか、それは真相くんの個性洗脳した状態だからなんじゃないか、そういう考察もあるのでご紹介します。まず最新話で会話中の青山くんの目は映っていませんが、青山ママの目は洗脳状態のように見えます。これは真相くんの個性洗脳で、洗脳された人は目がこんな感じに真っ白になります。真相くんの個性洗脳は、見せた文字を書かせるなど自動的な命令は可能とされているため、見せた文字を読ませるなどはできるはずです。となると、ハイスペックを持つ根津校長さえいれば、瞬時に返答文は作れるでしょう。そして体育祭でも洗脳された青山くんが、まだ洗脳されたよという話かもしれません。ついに決まったんじゃないでしょうか。デクの最終コス、雄英体操服×デクのコスで、非常にいい感じで落ち着いている気がします。グラントリノのマントも非常に良かったですね。本日の動画は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。よろしければコメント欄にコメントをお願いいたします。またチャンネル登録と高評価もお願いいたします。それでは次の動画でお会いしましょう。戦争がバイバイ。